こんにちは。ウクレレ弾きますじゃないんだな。今日は太鼓を叩きます。ウクレレ弾きますじゃなくて、今日は太鼓、叩きます。よし、それで、ツイートを送信して、はい、1週間、丸々1週間以上空きました。ういし、おはようございます。朝早くからですが、中国から帰ってきました。中国の大理という、西の方へ行ってきました。初めての中国、楽しかったです。中国っていうかね、なんつんだろうね、中国を行ったことある人で大理に行くっていうと、ああそこはいいよねってみんな言うような、なんかね、昔は、60年代とかヒッピーが集まってたりとか、中華っぽくないですよね。少数民族の町でもあるし、そんなところを行ってきまして、そんな思い出話も、積もる思いはたくさんあるんですが、明日は今度はね、福岡の植物園で、福岡市植物園でアースデーっていうイベントやって、そこでちょっと太鼓の平魚泳ぐをやるので、ちょっとね、ライブ配信するぞって決めることによってちゃんと練習ができるみたいな日々追われて、できるみたいなね、はい、という感じで、ちょっと今日は11時という朝早くですが、太鼓叩くこの晴れ渡った空の下ね、朝つい数時2時間ぐらい前までね、もう霧が立ち込めてすごかったんですけどね、はい、大分県の耶馬渓というところに住んでおります。よし、やっさっ、ういはぁほぉほぉ、あれへぇほぉほぉほぉ、この太鼓の音程の倍音で歌っております。よし、いきます。森が一つありました。大地が一つありました。
輝いているね。宇宙が一つありました。100年前
イアス、ありがとう。へいやどうもありがとうございます。これで11分12分かなんてね、明日のライブの尺を測ったりもしております。30分ステージなんでね。一つという曲で始めたんですが、一つという曲を存在という曲に名前を変えようと思います。一つっていうね、歌が 多すぎるみたいなね、というわけで、存在チョンズチ チュンザイえあれツンザイあツンザイかツンザイツンザイ中国語でも歌ってきました。あとね、一つ存在そして、そこから瞬間ですね。瞬間、この曲はね、中国語ではちょっと間に合わなかった。韓国語では歌えるんですよ、韓国語でね、ちょっと練習のためにアルバムを作ったりとかもしました。瞬間、そして世界は信じられるかな、世界可以相信吗、セゲルミトルスイスカ、これは韓国語でも中国語でも歌っております。そしてね、そう、次やろうとしてはごちそう音頭っていう歌をやろうと思うんですけれど、これは、韓国語ではいけるようになったんだけどね、ゴミかしら、ごちそうかしら、ゴミかしら、すれぎいるか、ミトルスイスカ、ミトルスイスカは信じられるかなと思ってすれぎイムニッカ、ごちそう、ゴミかしら、ごちそうがなんだっけな、あ、マシヌームシックだ。ごちそうって言葉がねないんですよ、韓国には。で、まあ日常的にもう数年かかって調べたんですけどね、いろんな人に聞いてね、一応ごちそうに定義するのは、定義にあったのは普通に美味しい食べ物、マシヌームシック、美味しい食べ物という、通常使うらしいので、そんな言葉を採用して歌ってきました。ごちそう、韓国はしばらく行ってないですけど、でもね、韓国に行った時にね、面白かったのがさ、世界は信じられるかな、世界は信じられるから、正解はあなたが持って、正解は私が持って、さあみんなで歌おうって言って、みんな歌ってくれた後さ、ね、韓国らしいというか国民性というか、まあその人の個性だと思うんですけれどなんかね、なんか世界は信じられるかなんて、そんな風に思えないってね、熱く言ってきた女性がいて、それで僕は次に歌った、ゴミかしら、ごちそうかしら、ゴミかしら、ごちそうかしらっていうね、すれぎいみか、マシヌムシクいみかって、そのままほとんど歌以外は喋れないんですけど、その答えはこの次の曲にあったみたいなね、歌を歌おうと思います。ごちそう音頭聴いてください。うよパー、ゴミかしら、ごちそうかしら、ゴミかしら、ゴミかしら、
くも冷たいようにも吹け。あれゴミかしら、ごちそうかしら、ゴミかしら、ゴミかしら、ごちそうかしら、ゴミかしら、大事そうに隠すやつがいる、気づかずに食べちゃうやつもいる。さて日になって眠れない夜がある。何一つ変わらない日々を行く。それまた一つ己を知れ。それよ。ありがとうございます。いやこれで19分経ちました。はい、あと2曲ぐらいかな。そうなると何しようかな、後悔も歌いたいけど、まあり歌おうかな。遠く離れた場所、いつか帰る場所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 。満たされ流され仰ぎ見る空。遠く離れた場所、いつか帰る場所。遠く離れた場所、いつか帰る場所。遠く
時にはいない、一歩遅く一歳で一期一会だ、運命は俺の命をどこへ運ぶのか、遠く離れた場所、いつか帰る場所、遠く離れた場所、いつか帰る場所、遠く離れた場所、いつか帰る場所。住めば都、長いのか短いのか、一瞬の瞬きで訪れた夢、島で長い長い暮らし、ゆっくり流れては移りゆく、うつつ、ありがたくもあり、ありやすくもあり、ありがたく、ありやす、たやすく、あるあるある、溶けちゃうよ。
在未来、過去現在未来、未だいずれいつか今のままに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 。いやー溶けちゃう、やるとは思いませんでした。はい、トロットロッと溶けちゃうよ、トロットロッと、まあ随分前から、10年20年と前から歌っているトロットロッとですが、最近いまだいずれいつか今いのままにというね、言霊を加えました。明日ね福岡の植物園でアースデーのイベントあるんですが、その練習も兼ねて30分のステージ、ツイキャスライブ30分、どんな風にやろうかなっていう感じで、ちょっと今日はいつもウクレレなんですけれど、今日は太鼓を叩いて歌うという、めったに、多分ツイキャスではお見せすることのない、太鼓の平魚泳ぐをお届けしております。はあ、もう29分か。いや、じゃあこんなもんかな。アースデーってイベントだからね、最後に地球宇宙とかもやろうと思ったんだけど、まあこんなとこっすかね。あとは場の雰囲気とともに、盛り上がらなかったらね、あの寒いからね、ちょっと落ち着いて歌える歌でも歌おうかなとかね、そんな風にさじ加減しつつ、まあ、あの本当伝えたいことはね、太鼓もウクレレも同じ、いいよねっていういいよねって、生きてるね、いいよねみたいなね、そういうことを日々作り出している。